in the sky. ただいま。You'll get by. If you smile. おかえりなさい。東京ガスです。あ、ラーメンに梅干しが。ところがこれがうまかった。あ、ラーメンに梅干しが。ところがこれがうまかった。カロリー控えめメルビオ和風ラーメン。うめえ。今週のショービズラインナップ、まずはじめそのように全米映画興行成績ベスト10、ボディープロモーションのためショービズトゥデイに初めて登場したビッグスターマドンナ、新作ノーエアトゥーランで新たな魅力を見せたジャンクルード・バンダム、セントガウーマンでカチーノの相棒役を務めた新鋭クリス・オドネル、クリームが再結成されドアーズも殿堂入りした第8回ロックンロールホール・オブ・フェイム、殿堂入りのために再結成された1960年代のスーパーグループクリーム、そしてアメリカの最新チャート1月23日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は技術が作る高度な触れ合い、トシオテックの三菱電機とセーラムの提供でお送りします。ショービズ覗けばわかるリアル高画質、三菱ムービーミラクルショット、お店で覗こう。三菱、あなたのビデオはテープの力をフルに使い切っていますか？そんなあなたにテープシミュレーター搭載の三菱ミラクルプレイ、どんなテープが来ても感度をチェックし実力を十二分に引き出す、カムカムエブリテープな機能、さらに簡単予約の G コード対応で決めた、高画質録画の三菱ビデオミラクルプレイ、さあ君もレッツシミュレイ。三菱、ニューアウディアレン対ミアファーローの最新情報をお伝えします。12日に行われた審議でファロー側の弁護士は新たな証拠としてアレンとスーン・イーのセックス場面を目撃したという7歳の幼女ディロンの証言を提示しました。その証言の中でディロンはパパがスーン・イーの中にペニスを入れたと語っています。 I think there are more lies on a par with the fact that I would drive up to Mia's home in Connecticut in my 56th year of life and overnight become a child molesterI think when she needs something, she takes our daughter and makes her say it, is what I think. 続く14日の夜に行われた審議では、ウディ・アレンとミア・ファーローが去年の8月以来初めて対面しました。この日の審議は2時間にわたって行われましたが、詳細については発表されず、法廷から出てきたアレンとファーローからのコメントも得られませんでした。Really doing our best to try and resolve everything. Was it amiable?I'm not allowed to say this. Do you feel better after the session today? They asked me if I would not speak about it. The judge has requested that both parties refrain from talking to the press, so I'm sorry, there won't be any comment.ロック歌手のテッド・ニュージェントは現在ダム・ヤンキースのメンバーとして活躍していますが、先週12日の火曜日にオハイオ州シンシナティで行われたコンサートの中でニュージェントは舞台の上から火のついた矢を2本放つという大胆なパフォーマンスを演じました。2本の矢はあらかじめセットされていた的に見事命中し被害はありませんでしたが、ニュージェントは消防法違反の罪で逮捕され1000ドルの罰金を課せられました。ニュージェントは判決に対して不満顔ですが、警察官の態度は友好的だったといいます。Just a misunderstanding, I think, because I shot two flaming arrows, and they were both perfect bullseyes, but I don't think that they were, it was condonable. But they all treated me politely, and
I think I only signed, last count I signed 116 autographs. You know, it's funny too because I'm the most law-abiding white man in the free world, and I think they all felt a little bit guilty. 彼は消防法の存在を知らなかったのでしょうか。16歳の少女が妻のある中年男性と恋に落ち、その妻を射殺するという事件はロングアイランドロリータ事件と呼ばれ話題となり、またこの事件をもとに三大ネットワークが制作したテレビ映画はどれも高視聴率を獲得しました。これらのテレビ映画に触発されたのか、マドンナは先週末に出演したサタデーナイトライブの中で少女の恋人であった中年男性ジョイ・バタフューコの写真を誠の敵と戦えと言いながら破り捨てました。この放送の後、バタフューコのもとには脅迫電話が入り、さらに彼が経営する自動車修理工場に何者かが発砲するという事件が起きました。The show we had on Saturday night, in which Madonna tore up Joe's picture and classified him as the enemy. On Sunday night, Casper gets a phone call. On Monday morning, an attempt is made on Joe's life. 現在、マドンナからのコメントは何も取れていません。今週の10位、チャップリン、邦題、チャーリー。4週目で3ランクダウン、ホッファー、マルコム X に続くトップ10落ちが心配な悲劇の王様一代記、主演はエアアメリカのロバート・ダウニー・ジュニア。9位、ホーム・アローン2。8週目でこちらも3ランクダウンのファミリーコメディ、記録破りのヒットとなった前作の夢をもう一度とはいきませんでした。主演はお子様界のスーパースターマコーレー・カルキン、共演ジョー・ペシ。8位、フォーエバー・ヤング。これまた3部交代で5週目を回ったロマンティックファンタジー、万年ハンサムメル・ギブソンが人間冷凍実験に志願のブロークンハートなパイロットを熱演します。7位、ボディーガード。狙われた歌姫を守って好感度ナンバーワンスターの魅力を全開するケビン・コスナー主演ドラマ、8週目で念願の公衆1億ドルを突破しました。共演は主題歌もヒットでご機嫌のホイットニー・ヒューストン。6位、セント・オブ・ア・ウーマン。封切り感拡大も虚しく、3週目で3ランクダウンのリメイクコメディ、ニューヨーク旅行に出かける盲目の大物とお供を務める青年との奇妙な関係を描きます。主演アル・パチーノ。5位、初登場、ボディ・オブ・エビデンス、放題ボディ。肉体を究極の殺人兵器にするヒロインと弁護士の危ない恋、鍛え抜いた体と細眉で大役に挑むマドンナに視線集中の法廷ドラマ、共演ウィレム・デフォー。4位、初登場、ノーエア・トゥ・ラン。ポストシュワルツェネッガーが目指すジャン・クロード・バンダムが新生命開拓に燃えた最新アクション。逃げ場のない脱獄囚が恋するヒロインにグランブルーのロザンナ・アーケット。3位、初登場、アライブ。アンデス山中の墜落機、生存者たちがサバイバルのために取った道とは。実話に基づくフランク・マーシャル監督の問題作、主演は希望の街のヴィンセント・スパノ。2位、アフィル・グッドメン。激烈な首位攻防戦、今週はトップを譲った軍事法廷ドラマ、5週目で1億ドルラインをクリアしました。主演トム・クルーズ、共演デミ・ムーア、ジャック・ニコルソン、監督ロブ・ライナー。1位、アラジン。公衆 29% プラスで再びトップの座を奪還のディズニーアニメミュージカル、公衆トータルは1億3900万ドルとなりました。声の出演、ロビン・ウィリアムズ。今週第5位でスタートを切ったマドンナ主演の注目作ボディ。日頃テレビインタビューにはほとんど協力しないマドンナですが、濃厚なラブシーンが話題の最新作に関しては例外で、精力的にテレビに顔を出しています。マイペースで主役をこなしたマテリアルガールの声をお届けしましょう。 She's a killer.And the worst kind. A killer who disguised herself as a loving partner. 肉体を必殺の武器とするファム・ファタール。
ボディでマノンダは財産を譲ってくれた老人をセックスを武器に殺したとして罪に問われるヒロインを演じます。実生活でも何かと騒ぎを起こしてきたマドンナですが、死刑に値する罪は犯していないと言います。 No, I've never wanted to kill anyone. Well, that's not necessarily true, but anybody that I wanted to kill, I didn't want to make love to, so. R 指定にとどめるため、ウィレム・デフォーとのセックスシーンのいくつかはカットされましたが、デフォーとの共演を彼女は以前から望んでいたといいます。対エイズ運動の熱心な活動家として知られるマドンナが映画で見せる数々の不倫セックスシーンを無責任な行動とする意見もありそうです。I don't think you have to hit somebody over the head and go every time there's a sex scene, pull out a box of condoms. I mean, this is a fantasy. I'm not saying I condone her behavior. I played a character who definitely lives on the edge. プリティリーグ、ディック・トレーシーと助演作は好評でしたが、フーズ・アット・ガールなどの主演作の評判はもう一つでした。How important is a body of evidence in terms of your career in film?Well, it's very important in that it's the first real serious film role I've been offered where I basically had to carry the movie. That was a great learning experience for me. So in that respect, it's very important. So it can't be said that this is a pivotal film. If this one doesn't work, that's it for your film career, right? Why should it be? I mean, is one required to make incredible movies every time one makes a movie? Or isn't it aboutハリウッド関係者はボディのマドンナをじっくりと観察し、女優としての彼女の将来性を探ることになるでしょう。パワー全開のアクション映画が感動の一作になり得るのでしょうか。今週4位に飛び込んだノーウェアトゥーランの主演スタージャン・クロード・バンダムの答えはイエスです。感動的アクション映画で彼はヒーローイメージに加え繊細な一面もあることを証明しました。高いビルからもひとっ飛び、命知らずの彼は炎の中にも飛び込みます。バイクも飛ばします。それがアドベンチャースリラーノーウェアトゥーランのスーパーヒーローバンダム。しかし今回彼はいつもとは異なる顔も披露したといいます。 The movie has something special. I mean, it's a touching movie. People, they're going to be surprised. バンダム扮する逃亡中の脱獄囚は悪徳不動産業者から土地を守ろうと戦う一家に出会い、彼らにかくまわれることになります。この間にバンダムはロザンナ・アークエット扮するヒロインと恋に落ちます。このヒロインの幼い息子をキリン・カルキンが演じています。繊細な面も演じたバンダムは妻をも同様と主張します。I'm very sensitive. I mean it. And that's why I love to do movies with those kids. It was great. At the end of this film, when I was at the screening, the lady next to me was just crying her eyes out. And she wasn't the only person in the theater. Maybe she lost her contact lenses. 繊細さに加えユーモアもあります。Hysterical. Look at my face. I'm a funny guy in real life. I love to laugh. しかしスクリーンの彼は何と言ってもヒーローです。 It's been said that you are going to be the heir to the throne of Clint Eastwood's and Charles Bronson's of the past. Do you think you'll be able to fill their shoes? Charles Bronson and Clint Eastwood? I don't know. It's like I'm eight and a half. I know Bronson's like a 10 and a half and John Wayne's like 12. I'll try, guys. Lisa Johnson Smith, CNN Entertainment News, New York. We're finally where we belong.
I should be shy. テイストが綺麗です。セーラムライト。三菱電機から新時代の情報システムが動き出しました。アプリコット FT サーバがさまざまなパソコンを自由に結合。クライアントサーバコンピューティングが情報システムの世界を変えます。ダウンサイジングへようこそ。ダウンサイジング。三菱ショービズ。今週末発表となるゴールデングローブ賞、そしてオスカーノミネートでも有力視されるアルパチーノ主演作セント・オブ・ア・ウーマンは現在6位につけています。この映画でパチーノ同様高い評価を獲得した監督、共演者に聞きました。Women are the essence of life. She's wearing florets. Planet Okai, Ogilvy Sister Soap.セント・オブ・ア・ウーマンでパチーノ扮するフランク・ストレート中佐は人生をエンジョイしようとニューヨークを目指します。目が見えない彼はこの旅のガイド役に大学生のチャーリー・シムズを雇います。 Are you blind? Are you blind? Of course. Then why do you keep grabbing my goddamn arm? I take your arm. Pacino's character is just, he's very intimidating. My character is real, you know, he doesn't have a lot of self-confidence and stuff. And when he runs into this guy, he doesn't know what to make of him. So why are we going to New York? All information will be given on a need-to-know basis.役作りの鬼パチーノは今回盲目演技に加えてさまざまな感情表現を要求されました。 Actually, his blindness has very little to do with the movie. It really has to do with the fact that he'sa very complicated, miserable.But not really. Person. What do you want here? 制作陣はパチーノの旅の道連れとなるチャーリー役決定にあたって互角に太刀打ちできる演技力の持ち主を探しました。 I mean, he's just like such a firebrand of a person. Being performed by Al Pacino just makes it, you know, atomic. And the co-star had to be, by definition, in the role, a very kind of self-effacing, gentle, not very talkative, sort of passive.A good kid. What was the audition process like for this? We did one scene where I'm supposed to be sitting at the bar with him. The scene actually got cut from the film, but we were talking, and I remember when Al was talking, I was like trying to keep my lips from quivering because my lips were just like kept moving. I'm like, God, stop doing this, you know? And then it was the end of the scene. They're like, okay, thank you very much. That was great. I'm like,これまでメンドントリーブ、フライドグリーントマト、スクールタイズなどで脇役ながら印象的演技を披露してきたオドネルは今回初の大役に挑戦しました。 You got a letter from Al Pacino after the film. What did it say? Do you remember? Yeah, he just basically said, you know, he enjoyed working with me and stuff. You know, he said, he's like, you know, I didn't really see what you were doing, but I heard you were great.Cynthia Tornquist, CNN Entertainment News, New York.